建築自体はどうにかなるとしても、土地の確保や家具の準備まで一気に3軒分一人で住めるのはさすがに、あ、手伝えって。皆さん、たぬきしたらも、ただいま2020年3月23日、月曜日の午後2時48分なんだもん。さて、本日のニュースは、なんと、この度、アイラ島に博物館を建てる局がおりました。ということで本日は、ふうたさんのテントがあった場所で、博物館の建設工事が行われているだなも。ふうたくんのテント自体がなくなるんや。なるほどね。で、そこに代わりに博物館ができる。今日一日は対応ができずご不便をおかけしますが、明日には立派な博物館が完成しますのでお楽しみに。じゃあ風太くんはどこにおるのその間。で、風太さんから伝言を預かったからこの場を借りて皆さんにお伝えしておくだろうも。そして、うちのスタッフである豆吉とつぶ吉のお店が本日ついにオープンしただろうも。小さいお店ながらも雑貨から家具まで暮らしに役立つ商品を日替わりで取り揃えてるだろうも。営業は朝の8時から夜10時までだけど、営業時間外でも不要品を買い取る便利な買い取りボックスがご利用いただけるだもん。それからもう一つ。あ、じゃああれや。お金自体は手に入るってことなんやね。商店がオープンした記念に、たぬきショッピングもアップデートして、新たにカタログサービスを始めてたらもん。あ、今まで買ったことがあるやつをってこと？カタログサービスはお客様個人個人が所有、購入されたアイテムの履歴データをご覧いただけるようにしたものなんだもん。市販のアイテムならカタログから直接オーダーすることもできるから、ぜひ活用してちょうだいね。じゃああれか、DIY のやつは無理ってことなんか。というわけで、皆さんどうぞたぬき商店をご贔屓に。ちなみに今回みたいに施設に関係する重要な発展があった時は、記念のセレモニーを行うことにしたらも。あ、なるほどね。今まで飛び盛りでもあったようなやつや。なるべく多くの人に参加してもらいたいから、時間と興味がある人は案内所まで参加の申し込みに来てちょうだいね。参加の申し込みがいるん、いちいち。ん？ありゃ、よりによって放送中に。ちょっと失礼するだなも。誰から連絡？もしもし、たぬき開発のたぬ。移住プラン？どうもどうも。はいはい、もちろんだなも。お、これは、お金になるってかな、感じかな。めっちゃなんか生き生きしだした。本日の島内放送はこれでおしまいだなも。今のも放送に入ったんじゃないの？あ、どうもお待たせしただなも。今から詳しく説明を。ほら、何かしらカモが。めっちゃ風強いな。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。なんか風強い日多くない？なんなん？ウリ。ウリちゃん、アイナ島の皆様、毎週日曜日の午前に皆様の島へ株を売りに行きます。よろしくね。ウリよりご挨拶。プレゼントとかはないんすか？あ、なんかつぼみになっとる。あ、ちゃんとこういう段階がきっちりきっちり見えるのいいね。あ、ちなみに私動画外で、貝殻とかを集めてめっちゃ売りさばきよってんやけど、その時に、こういう砂のところでさ、ジョニーの機械のやつみたいな感じで、ピュって砂が鳴りよったけん、スコップで掘ったらさ、なんかもしかして丸段階があるんかと思って。あ、これ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 。で、なんか、その場所を掘ったらさ、じゃーん。アサリを掘り出した。アサリ取れたな。ってことで、アサリが取れたんやけど、このアサリを取った時に、なんか新しくね、DIY を思いついて、これ、魚の巻き餌。なんかね、アサリを餌にして釣りができるっぽい。なんかすごいね。え、それしたら何なんやろ？釣りやすくなるとか？釣れる魚が変わるとかあるんかな？なんかよくわからんけど。とりあえずそれを思いついた。はい、なんでしょう。ちょっと待って。ハンナちゃん、ちょっと待って。はいはいはい。ちょうどよかった。あんたに話しておきたいことがあったんだよ。さ、あいな、リアクションって知ってるかい？嬉しい時とかにこんな感じで、体を使って気持ちを表現することさ。あ、そういえば師匠ってどうなったんやろ？おらんのかな？どうだい？言葉がなくてもなんとなく気持ちが伝わるだろ？リアクションしたい時は、ZR。うんうん。をして、それから好きなのを選ぶんだ。ちゃんと覚えておきな。そうだ。いきなりリアクションがあれば、アイナに教えてやりなって、島のみんなに言っておくよ。だってね。まあ、島のみんなって言っても、くるぶししかおらんけど。
リアクションができるようになった。仕草で気持ちを伝えよう。そう、これないんかなって思いよったよね、ちょっと。え、今のところはそれだけ？あ、もうこういう感じや。パチパチ。あ、いやー。え、あと4つしか増えんのかな、これ。かわいい。あ、で、なんか増えた？たぬきマイレージプラス。ここで、リアクションで充実コミュニケーション。リアクション芸は身を助くっていうのは冗談だけど、覚えておいて損はないだもん。皆さんのコミュニケーションが充実するよう、覚えた数に応じてマイルでサポートするだろもん。ってことで、肩書き、オーバーアクションな素人、たぬきマイル300マイルゲット。マイル結構、ねえ、だって5000マイルやってんやん、最初の、テントから家にするのが。そう考えたらなんか、あっという間に集まるね。いい感じ。良きかな、良きかな。あ、そういえば、貝殻ね、DIY するために集めたかったんやけど、もう集まったはず。これ、貝殻のテーブル。これ、外に置こっかな。浜辺のとこに。貝殻のテーブルができた。よし。じゃ、これで、どうしよう。このあたりに置こっか。貝殻のテーブル。椅子も欲しいな。来た。ちょっと待って。もうちょいこっち。え、てか、外もさ、なんか家の中みたいに、もうちょっとなんか、置きやすくなったらいいのに。これやー。え、これよね。これよね。これか。不用品買取ボックス。たぬき商店。なんかちょっと、いい感じやね。思ったよりボロくなかった。で、なんか、案内所での申し込みが必要なんやっけ？セレモニー。もう終わった？まだ話してるの？はいはい。お任せください。家具付きの立派な一軒家の移住プランをご用意しましたらも。なにそれ。誰か引っ越してくるってこと？あ、え、この間勧誘した子？かなんか、ゴルフのやつ置いてあるんやけど、あ、これクッション置いてなかったっけ?2匹とも、店の方に行ったけんってことかな。はい、あ、いえ、お引っ越しの日程を後日改めて調整させていただければと。いえいえ、何の問題もないんですが、少々契約の準備が必要でして。多分あの子やろ、なんか、たぬきちさんって方に連絡すればいいんですねって言ったし。はい、ではまたこちらから連絡させてもらいましたらも。おっと、アイラさん、お待たせしてたらも。今の電話の内容、聞こえてたの？いや、そりゃそうやろ、目の前におるんやけど。実は、アイナ島への移住者募集の広告をずっと出してたんだけどね。なんとなんと、ここに来て急に移住希望者がいっぺんに3人も現れたんだらも。え、3人？私1人しか勧誘してないよ。よかったね。そうなんだもん。ありがったらもん。ただね、ちょっと困ったことがあって、今回申し込みがあったお客さんたち、みんなテント生活はちょっとって嫌がるもんだから、ついその場の勢いで、家具付き一軒家の移住プランもあります、なんて言っちゃったんだらもん。みんな最初、テントからやったのに、ねえ。建築自体はどうにかなるとしても、土地の確保や家具の準備まで一気に3軒分一人で進めるのはさすがに、あ、手伝えって。何？アユナさん。この場に居合わせたのも何かの縁ってことで、3軒分のお家を建てる準備を手伝ってもらえないかな。もちろんお手伝いしてもらうからには、俺はきっちりさせてもらうだろも。いや、まあ、しょうがないな。ありがったらも、このご恩は一生忘れないんだもん。それじゃあ実際にお願いしたいことを改めて説明させてもらうから、また時間があるときに僕に何をすればいいか聞いてちょうだいね。ふんふん。今日何かしらあるかな。おー、鉄鉱石やん。もらってこう。でさ、セレモニーはどうなるの？何か僕に相談だろ？何でも気軽に聞いてちょうだい。セレモニーに参加したい。お、アイナさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。今ならたぬき商店の開店をお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだろも？参加してくれるかな？参加します、もちろん。はいはい。じゃあ、早速始めるから会場にご案内します。会場って目の前やないん、違うん。お、みんな来たね。それでは、
ただいまよりたぬき商店の完成セレモニーを取り行います。あ、服から前掛けに変わっとる。ありがったらも、本当に何もない無人島だったエナ島だけど、皆さんのおかげでだんだん盛り上がりつつあるだらも。ではここで完成したたぬき商店を代表して、豆吉とつぶ吉の二人に挨拶をしてもらうだらも。それじゃ豆吉、つぶ吉、一言ずつお願いするだらも。アイナ島の皆様、皆様のご協力のおかげでこんなに立派なお店を構えることができました。兄の豆吉二人で力を合わせて切り盛りしていきますので、たぬき商店をよろしくお願いします。早速見に行きたい。はいはい、どうもありがとうね。次にたぬき商店の建設に多大な貢献をしてくれたアイナさんに、島民を代表して一言いただきたいだろも。それではアイナさん、一言お願いするだろも。あっぱれ。あ、いいね。でもそれリアクションの中なかった気がするけど、うん、本当にその通りだろも。アイナさん、どうもありがとうだも。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだろも。あと記念写真を撮りたい人はシャッターチャンスに。なるほど、ボタンを押すのを忘れなく。たぬき商店完成のお祝いと僕らのアイナ島のますますの発展を願いまして、よー、撮影しました。あ、いいねいいね、ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。しずえさんはいつ来るんだい。セレモニーといえばっていう感じなんやけどな。さあちょっと早速たぬき商店に。お？え？絹代さんじゃないの？豆ちゃんたちが無人島に引っ越すって聞いた時は心配したけど、想像してたよりええとこで安心したわ。エイブルシスターズもできるってこと？そうなんです、です。本格的に暮らし始めてまだ間もないんですが、フードさんが来てくださったり、僕たちもお店を構えることができたりして、毎日の変化が楽しいです、です、です。それは何よりやね。それはそうと、今日はうちも何か役に立てることがないかと思って様子を見に来たんよ。お店の開店祝いも兼ねて、うちら姉妹にできることがあったら、ぜひ協力させてもらいたいんやけど。お、あとの二人も来てるの？何かあるかしら。そんな、キニオさんが訪ねてくださっただけでも感謝の気持ちでいっぱいです、です。あ、でも、ん？どうしたん？この島はまだ物流が十分じゃなくて、生活に必要なものはまだまだ通販に頼りがちなんです。こうしてお店を構えたことで、既製品の家具については手に入りやすくなると思うんですが、衣類に関しては商品を仕入れるためのルートがまだ見つかっていなくて。お、今度はエイブルシスターズか。ああ、なるほど。それやったらうちらに任せようだい。今日この島を訪ねてみて、思ってたより近いことも分かったし、そうなんや。これからはちょくちょくこの島にうちらの商品を売りに来させてもらうや。あ、そういう感じ？店を構えるわけではなくて、売りに来るんや。え、いいんですか？そうしてくださると住民の皆さんにも喜んでもらえると思います、ます。もちろん、うちらも商売させてもらえるなら願ったり叶ったりやもの。そうと決まったら早速家に戻ってお姉ちゃんと相談してみるわね。はーい、はーい、これからよろしくお願いします。お、どうも。今度から服も買えるようになるってことか。アイラさん、お待たせしました、した。アイラさんのおかげでこうしてお店をオープンすることができました、ました。お店の名前は昔たぬき社長がやっていて、店の名前を譲り受けてたぬき商店にしました。ご覧の通り DIY では作れない市販の家具の販売と、あと奥の戸棚では道具などの雑貨に加えて、お家用の壁紙や床板も扱っております。おー、そうなんや。今後ともぜひごひいきに、ごひいきに。あ、2匹ともついてくる感じね。なるほどなるほど。なるほど。これ何？そちらの商品はレコードボックスでございます、ます。あ、そういうことね。お値段は2600ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいます。毎度ありがとうございます。ます。2600ベル、間違いなく頂戴しました。ました。ここは別に何もないの？で、ここで壁紙とか？戸棚の商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたら、お持ちくださいませ。ませ。こういうのって普通さ、店員に言わんと開けれんようになっとったりとかするんじゃないん？違うん。普通に開けたけど。そう、レシピもなんかいろいろと、高飛び棒。
あ、なるほどね。でも高飛び棒って壊れるんかな？よくわからんねえけど。あ、ラッピングとかもできるんや。で、こっちが、あ、一応ここでもうすでに柄とかわかるんやね。グリーンラバーの床。私グリーンラバーがいいかな。桃色ツートンタイルの壁。壁ね、落ち着いた茶室、オレンジ迷彩、ボロい。ボロいはちょっと嫌かな。あ、コルクフローリングがいいかな。はい、1500ベル買います。毎度ありがとうございます。さ、これでちょっと、壁紙さ、マイルで交換したいかな。あの、葉っぱ柄というかなんというか。あのやつ。さあ、ってことでちょっとマイルで交換します。あ、どうも。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。めっちゃ見張られよるのがちょっと嫌なんやけど。お、2日連続ボーナス80マイル、そんなんあるんや。へえ。ご利用になりたいサービスをお選びください。タヌキマイル交換、タヌキショップ、タヌキマイル交換。これで、壁紙が欲しいんよね。これ可愛いよね。狸開発の壁紙。フローリング。狸開発の壁紙をとりあえず。はい、1200マイル。交換しまーす。商品は郵送でご自宅をお届けします。お、了解です。あ、ちょっと待って。あ、まあ、いっか。まあ、いっか。え？びっくりした。バッタ？何かと思った。超ビビるやん。やめて。とりあえず、まあ、郵送で届くっていうことやけん。フローリングだけ変えておこう。ちょっと今暗い感じするよね。これ電気ついとん？これがついとる状態か。あ、レコードボックスも置きたいけど、とりあえずフローリング。どうなんやろ。でもさっきまでよりかはいいよね。で、レコードボックス。レコードボックスを。あれ？ちょ、待って、置きたいんすよ。はい。まあ、後々いろいろと変えていくとして。変えていくとして。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、たぬき商店もできたし、前までよりか、前までね、二つずつしか家具とか買えんかったけど、四つぐらいまではまあ、いろいろ買えるようになったけん、これからもいいものがあったら買って飾っていこう。